お待ちしておりました、バンデモン様。良い場所だ。これよりここを本拠地とする。あとは8人目の選ばれし子供だけだ。お前たち一刻も早く探し出すのだ。はっ。テレビでも朝からこのニュースばっかりだからな。それでまだ来ていないのは？ジョーさんだけですね。何やってんだよ、まったく。ジョー先輩が来るまで待ちましょう。Thank you.
明日から夏期講習なんだ。電話の方はちゃんとやっておくから探しに行くのは遠慮させてくれ。汚ねえぞ、ジョー。仕方ないだろ、受験生なんだから。じゃあ私の分もついでにやっといて。若葉幼稚園の名簿。それはいい考えだな。第四小学校の名簿だ、頼んだぜ。 こういうことは一人が集中的にやった方がいいかもしれませんね。確かにそうかもね。よろしく先輩。おいおい太一、まさか君も。安心しなって、俺は仕事を押し付けるようなことはしない。君ってやつはなんていいやつなんだ。名簿を持ってこなかっただけでしょ。 我らの使命だろうが。手柄をよこどりする気か。貴様らしいな。何？最初に8人目の手がかりを見つけたのは俺だ。あの場所を探す権利がある。いつまでも8人目が同じ場所にいるものか。そう思うんなら貴様は他の場所でも探すんだな。<笑>ふん、バンデモンにごますってばかりのコウモリね。 私がまだ成長期のプロットモンだった頃も、バンデモンにこき使われた。そして何かあると毎日のように叩きのめされた。目つきが気に入らないという理由で。この目は生まれつきなんだ。生まれつき。私はどこで生まれたんだっけな。バンデモンと出会う前は何をしていたんだ。思い出せない。テイルモン。 私のことを考えているのですか。ウィザーモン、勝手に私の心を読み取るのはやめろ。そう言っただろう。すまない、そんなつもりじゃなかった。8人目を探してくる。
8人目を探すんですか？とりあえず光が丘に住んでいたことがないか聞いてみましょう。なんだか大変そう。あそこにファーストフード。ソラさん、ちょっと休みませんか？ミミちゃん、真面目にやらなきゃ。しなきゃいけないの？ソラさん、ちょっと休みましょうよ。しょうがないわね。昨日の晩はふかふかのベッドにクーラーの効いたお部屋、やっぱりお家が一番だって実感したわ。お料理も美味しかったし。そうそう、ママのお料理があんなに美味しいと思ったの初めてだったわ。ソラの家の料理も美味しかったわ。ソラのお母さんって優しそうだったし。そう、ありがとう。それより仕事仕事。ソラさん、もっと人が集まりそうなところに行ってみません？人が集まりそうなところ？涼しい。やっぱり冷房のあるところがいいわ。そんなことだろうと思ったわ。場所なのね。観光スポットだからね。ねえ、ソラの家こっちの方向だよね。そう、ここが私たちの住む世界よ。ミミ、ちょっと暑くない？そうね、この辺あんまり冷房効いてないのかな。冷房が壊れちゃったのかしら。平和なもんだな。ミーコ、どこなの？ミーコ、どこに？
なぜアグモンのことを。もしや8人目の子供か。やはりただの子供とは思えない。ここで始末した方がいいな。また会えたね。おいで。また会えるよね。あいつが8人目だという確かな証拠があるわけじゃない。だが何なんだあの子供。私のこの感情は。タケルが叱ったからだよ。しょうがないよ。パタモンがしつこく聞いてくるのが悪いんだ。お兄ちゃんたちと別れて暮らすのは辛いとかさ。わかるけど、パタモンに言い過ぎだぞ。つい本当のことを言われて。じゃあパタモンと仲直りしようぜ。うん、あっちの方を探してみよう。ゴツモンだ。知ってるデジモン。一晩でも抜け下だ。なんだって。行ってみよう。うん。パンプモン、ゴツモン。うわあ。ああ、選ばれし子供だ。8人目の選ばれし子供を探しに来たのか。そうなんだけど、渋谷の方が楽しくなっちゃって。渋谷の方が楽しい。俺たち渋谷系デジモンになっちゃった。渋谷系デジモン。お前たち一体何考えてんの。何にも考えてない。何にも考えてない。あいつら追いかけよう。あいつらどこ行ったんだ。ヤマト。うまい、うまい。ソフトクリームだってさ、デジモンワールドじゃ食べたことないぞ。パンプモン、ゴツモン。やばい、見つかった。逃げろ。
待て。今度はどこに。ヤマト、あっち。お前、こっちの方が似合うんじゃないのか。俺もそう思う。見つけたぞ。また見つかった。逃げろ。くそ。もうダメ、走れない。あいつら。あ、パタモン。かける、追いかけるぞ。待って、パタモン。あいつら追ってこないな。様子見に行こうか。そうだな。バンデモン様。バンデモン様。パンプモン、ゴツモン。はい。8人目の選ばれし子供はどうした。まだ見つかりません。ならばどうして子供たちから紋章を奪わん。今奪おうと思っていたところです。ところです。パタモン。タケル、何しに来たの。ごめんねパタモン、さっきは言い過ぎちゃって。パタモン、僕の方こそごめんね。うん、よかったなタケル。おい、選ばれし子供、紋章とタグをよこすんだ。どうしたんだ、急にあんなこと言い出して。ないさ、もともとバンデモンの手下なんだから。やるしかないのか。ガオー、ギタギタにしてやるぞ。来るぞ。さあ来い。
めた。俺も。え？選ばれし子供たちと戦うより渋谷で遊んでた方が楽しそう。そうそう、俺たちと一緒に遊ぼう。はあ？言ってることがよくわからないや。どうした？パンデモンが来る。なぜ選ばれし子供たちを倒さない？それは役立たずめ。お前たちにもう用はない。ナイトレイド。ギャー！ギャー！パンプモン！オズモン！次はお前たちの番。いい奴らだったのに。何も殺すことないじゃないか！どうしたらいいの？タケル、タケルは僕が守る！バタモパンデモン、これ以上貴様の思い通りにはさせないぞ。こいつはエンジェモン、進化した。聖なる力を持つ者、この勝負は預けておこう。パンブモン、あいつらはほんの少しの間だけ俺たちの友達だったんだ。